旭酒造株式会社は日本酒の最高ランクに位置する純米大吟醸の一大ブランド獺祭を作っている山口県の企業です。常識を打ち破る杜氏のいない酒蔵として有名です。獺祭は現在ではフランスやアメリカでも販売され、最高級の獺祭はボルドーの五大シャトー並みの価格で取引されるなど、海外でも高い評価を得ています。まずは旭酒造の特徴と杜氏のいない酒蔵を見せてもらいました。今年の9月期だから直近ですね、直近の決算で、はい、年間の売上が65億、正社員が100名超えてる、だいたいそんなところですね、はい、年間すごい勢いで急成長していらっしゃいますよね。そうですね、特に東京の焼酎ブームが終わってから、はい、2桁でずっと続いてきて、はい、でこの数年はもう140、150、はあ、結局そのもうストップがかからないんで、私どもがその供給できただけ、作れただけが売り上げになっているという、こう全部売れていくということですね。作った分だけ、140%、150% でここ数年は伸びてきていると。はい、そうですね。だって2012年の段階では25